ウィリアム・クローフォード・ウィリアムソンは、イギリスの博物学者、古植物学者である。スカーブラで生まれた。父・ジョン・ウィリアムソンは、園芸家から、地方では有名な博物学者になった人物で、ウィリアム・ビーンと共に、ヨークシャー沿岸の化石の出土地を最初に調査し、長期にわたって、スカボロー自然史博物館の最初の学芸員を、務めた。 ウィリアム・ウィリアムソンは科学的な環境に育ち科学者たちと知り合った。イギリスの地質学の父と称されるウィリアム・スミスは2年間、ウィリアムソンの家に滞在した。母方の祖父は宝石職人で鉱物の切断技術を学び、これは後のウィリアムソンの化石の研究に役立った。ウィリアムソンは16歳にならないうちにヨークシャーの鳥類についての論文を発表し、 1834年には、グリス・ソープマンについての論文を書き、同年ロンドン地質学会に、自分の故郷の中世代化石に関する最小の論文を発表した。ジョン・リンドリーとハットンの著作、ホッシル・フローラ・オブ・グレート・ブリテンの執筆を手伝った。ロンドンのユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで医学を学び、1841年にマンチェスターに戻り医者としても成功した。 医学の勉強中も医者になった後も科学の研究を続け3年間にわたってマンチェスター自然史学会の博物館の学芸員を務めた。1851年にマンチェスターの応援カレッジが創設されると博物学の教授となり地質学、動物学、植物学を教えた。地質学の分野では中世代の化石の分布、 海洋体積物の研究を行い、動物学の分野では、巨類の葉や骨格の研究を行い、植物化石の研究では、アドルフ・ブロンニャールと並んで、古植物学の分野の基礎を作った一人とされる。ウィルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・クローフォード・ウィリアムソンを示すのに使われる。ありがとうございます。